あ、車来てる。いつひょっとして。いつなの。どこまでが駐車場？どこまで駐車場？ちょっと待ってな。うん、なんかあれが右の飛行機。オッケー。はい、到着。何しに来たの？今日はね、雨降ってきた。ダウンを洗いに。はい、ちょっとゆうちゃん降りられへんね。モンベルのダウンを洗って排水かけてくれるコインランドリーが関西にやってきて、大阪にもあんねんけど、今日はちょっと奈良の方に車で行けそうなところ。そうやな、大阪のやつは駐車場なしって書いてある。あ、ということでダウン洗ってきます。はい、ゆうちゃんちょっと待ってね。浮き足立ってるな。待ってる間キャンピングカーで休憩中。はい、コインランドリー行ってきましたよ。キャンピングカーのおかげで待ってる間も楽々お昼寝タイム。昼寝してたのお父さんがちょっと焼き焼きやから。うん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 。まああの冬も一掃して、そうな、ダウンやら、そうな、うまいこと、まあちょっとうまいことでもないから30分時間差あったけど、2台使ってな、1台1700円。うん、ダウンが3枚ぐらい入るのかな、うん、3、4枚ぐらい、うん、3枚じゃない分からない。でも一気にいけたな。そう、ダウン3枚と、じゃあ4枚、3枚と、まあ薄いダウン1枚とで、ジャンバー、うん、ジャンバー撥水かけたいやつね。そう、リバーシブルのジャンバー2枚と、あと私のシャカシャカな、うん、あのシャカシャカっていうか、うん、ジャンバーだ。よかった、うん、で、お父さんのあれもや、シャカシャカ、シャカシャカな、うん、で撥水がしっかりな。どれぐらい持つかしらんけど。まあ、でもだ、クリーニング出すこと思ったら、うん、いいかな、うん、一回やってみてっていう、うん、この大阪な、もっと増えたらいい。まあ家の近くの綺麗なとこ。もう無理やわ。そう、無理や、そっか、無理やけども、うん、な、近くにあれば。まあでもあの今日な、道の駅大和路へぐりやったっけ、うん、あそこにイチゴ買いに行って、うん、どうせ春になダウンするから、またイチゴ買いに行った時に合わせてすればいいね。そうやな、うん、そうや、ほんまにその通りや。よかった、うん、ということで
今回はこれにてお開き。ドドン。こんな感じで撥水効いてます。